番長龍が仮面ライダークローズか。いい子かば。なんだてめえは。仮面ライダークローズ、会えて嬉しいよ。僕の名はシーゴ。よろぴく。よろぴくじゃねえんだよ。なんか古いんだよ。てめえは誰だって聞いてんだ。おい貴様、シーゴ様に向かってその口の利き方はなんだ。なあまあ、そうカリカリしないで。ほら君も落ち着いて、落ち着け落ち着け。ああもう、いちいちムカつくな。改めて自己紹介しよう。僕の名はシーゴ。スマッシュ製造組織ホワイトカンパニーの天才科学者さ。スマッシュ製造組織ホワイトカンパニーだぞ。とんだブラック企業じゃねえか。そんな組織は俺がまとめてぶっ潰してやるよ。ストップストップ、ちょっとマッチ、何も僕らは戦争を仕掛けに来たわけじゃないよ。君だって血が流れる戦いは避けたいでしょ。だったらどうするってんだ。つまりポンポンスポンポンスポン、ゲームで勝負でポンスポン、ポンポン、ゲームで勝負でポンスポン。僕の考えるゲーム、君が勝つことができたら僕たちはおとなしく解散する。でももし君が負けてしまった時は、この会場は僕らホワイトカンパニーの実験場さ。どうだい仮面ライダーさん、逃げんなら今のうちだぞ。逃げる？バカ言ってんじゃねえ。どんな勝負でも受けて立ってやろうじゃねえか。チョベイグ、では早速ゲーム開始といこうか。おい例のもの持ってこい。はい、ルールを説明します。叩いてかぶってじゃんけんポンとは、じゃんけんをして勝った方がピコピコハンマーを取って相手の頭を叩く。じゃんけんで負けた方はハンマーで叩かれる前にヘルメットをかぶってそれを防ぐ。先に相手の頭をピコピコハンマーで叩いた方が勝ちだよ。みんな分かったかな。ふん、てめえのそのゼリーみたいな頭に一撃入れてやるぜ。やれるもんならやってみろ。それじゃあいくよ。叩いてかぶってじゃんけんポン。クローズはグー、スマッシュはチョキー。くらえ、おれ、おっと、せー、大丈夫、ふい、残念だったな。次は絶対に叩いてやる。それじゃあ続きいくよ。よかったら会場の皆さんもご一緒にいきますよ。叩いてかぶってじゃんけんポン。クローズはチョキ、スマッシュはグー。え、おら、おっと、残念だったな。やろうぞ。何しやがる。残念だったな。おらよ、勝敗、勝者スマッシュ。どんどんどんパフパフ。ふざけんな。どう見ても反則だろうが。僕たちの間では当たり前だのクラッカーよ。バンボスでピー。はい、というわけで1回戦はスマッシュが勝利。あーもうこんなのってありかよ。おいおい、負け惜しみは3つともないぜ。正義のヒーロー仮面ライダーさんよ。